私たちはサンディニスタ、サンディーノ将軍の意志を継ぐ者よ。サンディーノ、近代ゲリラ戦の創始者だな。あなたにとってはそうでしょうね。私たちにとっては父と言ってもいい人だけど。だから組織の名に使った？ええ、フレンテサンディニスタ・ディ・リベラシオン・ナシオナル、サンディニスタ民族解放戦線の名は彼から取った。私たちの目的は将軍と同じ、自由な祖国を取り戻すこと。彼の場合はアメリカから、私たちの場合はソモサの独裁から。時代は離れていても思いは同じか。自由な祖国か死か、それが私たちのスローガン。エルチェも同じことを言ってたでしょ。祖国か死か、キューバ革命のスローガンだな。それと君たちは社会主義革命を目指してる？違う、主義とかそんなんじゃない。ただ当たり前に暮らしたいだけ。道を歩いているだけで突然殴られたり、密告にビクビクしたり、そんな暮らしはもうたくさん。祖国を国民に返す、それが目的よ。そうだな、キューバ革命も初めはそうだった。私たちの仲間はまだ多いとは言えない。でも必ず勝つ。勝利か死か、革命家の宿命よ。アウグスト・セサル・サンディーノ。サンディーノ将軍はニカラグアの英雄よ。50年前のニカラグアで政党同士の内紛が起きた。それを収めるって名目で介入してきたのがアメリカ海兵隊。講和を迫る海兵隊に唯一応じなかったのがサンディーノ将軍だったの。アメリカ海兵隊相手に大した度胸だ。将軍はもともと軍人じゃなかった。彼の仲間もそう。もちろん装備は海兵隊に及ばない。だから彼は地の利を駆使した。祖国の野山を駆け巡り、神出鬼没の戦法で海兵隊を翻弄した。知ってる、ゲリラ戦の教本にも出てきた。その結果海兵隊は撤退した。まさに私たちの模範よ。50年前といえば世界恐慌の影響もあったんじゃないか。軍隊の駐留には金がかかる。そうかもね。でも将軍の功績は確かよ。人々は歓喜した。彼は自由な人々の将軍と呼ばれ愛されたけど、彼は暗殺された。国家警備隊長アナスタシア・ソモサ・ガルシアにね。今のソモサの親父だな。ソモサの背後にもアメリカがいた。そういうことよ。将軍が殺されてもその意思は私たちが受け継いでいる。時代が違ってもね。私たちは将軍の娘であり息子なの。最近スイカの売れ行きはどうだ？ぼちぼちね。国に残った仲間も頑張ってるらしいから。何よりだ。私たちがスイカ売りって呼ばれてることをよく知ってるのね。さすがはボス。お前たちは国家警備隊の監視の目をくぐり抜けるため、中身をくり抜いたスイカに武器を隠して運んだ。それこそパイナップルもな。それが周辺国の審判に知られることになり。何それ？え？私たちがスイカ売りって呼ばれるのは将軍の名前がスイカに似てるからなんだけど。そうなのか？そうよ。風のやつ。祖国の自由のための革命か。お互い平和とは縁遠いな。不本意だけど仕方ないわ。無抵抗では搾取されるだけ。これまでの祖国の歴史がそれを証明してるの。もちろん革命は手段であって目的じゃない。革命が成功したら平和な国にしたいとは思うけれど、平和をもたらすためにはまず売国奴を排除しなくちゃならない。我々は平和に暮らすために戦争をする。昔から言われてる話だ。誰の言葉？アリストテレスだ。詳しいのね。ある人に教わった。人間は昔から同じことを繰り返してるってわけね。それでも戦うしかない。そうだな。目的があるなら
前に進むしかない。お前たちはゲバラのことをエルチェと呼ぶんだな。私たちだけじゃない、この辺りじゃみんなそう。もともとチェがあだ名だもの。せいで呼ぶのは堅苦しいでしょ。初めてあなたを見た時は驚いた。似ていたから。エルチェに似ていた？どことなくね。顔とかじゃなくて雰囲気というかサンディニスタでもゲバラは英雄なのか？もちろん。もともとサンディニスタはエルチェやフィデルの思想に共鳴して結成されたんだから。フィデル、フィデル・カストロか。キューバ革命をニカラグアでも実現させようってわけだな。もともとはね。今はキューバの方が最初とは変わっちゃったけど、エルチェがいなくなって以来、エルチェは真の革命家よ。民衆のために戦い、民衆のために死んだ。自ら誰よりも働き、道徳を守った。キューバの大臣になってからも、休日返上で農作業や土木工事に出かけたのよ。それもボランティアで。その話は俺も聞いたことがある。だがその潔癖さがゲバラ自身を追い込んだとも言えないが。どういうこと？誰もが彼のような超人じゃない。だが彼はキューバで掲げた理想がボリビアでも通じると考えた。その結果、人材も農民の支持も集められず、彼は命を落とした。それはそうかもしれない。でも少なくとも彼は農民から奪わなかった。どんなに苦しくとも。それは同感だ。革命を歌いながら野党同然に民衆から略奪するゲリラ連中も多い中でな。彼のようなリーダーがいればサンディニスタの士気も上がるでしょうね。